では今夜も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はいよいよこの作品のメインのところですね、プレミアでの編集作業っていうのを紹介していきたいなと思います。複数のクリップをまとめて動きをつけたりとかエフェクトを加えたり、チャンネルごとに色を反転させるっていうモードがあって、同じ絵を使ってバリエーションを増やしてる。描画モードを使ってどのクリップを前に出すか、ビジュアルに関するような素材がいっぱい集まってる。まずは編集を始めるにあたって、例えば 4K 素材のように重たいクリップを大量にタイムライン並べて、マシンパワーがそこまで高くなくても処理できるっていう方法があるんで、それをご紹介します。キーワードはこのプロキシっていうものになります。簡単に言うと、重たい 4K の素材を HD サイズぐらいで、圧縮も H264 っていう軽い形式に変換した素材っていうのを作って、でそれを使って編集作業をするっていう工程になります。まあいろんな言い方がありますけど、トランスコードっていうことですね。まあ例えばちょっと見てみましょうか。これはブラックマジックで撮影した元素材ですね。4608×2592 って書いてある、まあ 4.6K ぐらいの素材です。でこれをサブクリックしてもらって、ここにプロキシっていう項目が出てくるんですね。でこれでプロキシを作成っていうボタンを押すと、 Adobe のメディアエンコーダーっていうのが連携して立ち上がってですね、自動的に軽い素材を作ってくれるっていうような作業が発生します。でこんな感じでですね、素材の同じフォルダー内にプロキシっていうフォルダーができて、軽い素材が格納されてっていう感じになります。でタイムライン上では、まあ並べる素材は本ちゃんの素材フテージをこう並べていくんですけど、処理自体はプロキシの方で処理をしてくれるっていう感じになります。でそれは最終的にあの本ちゃんの重いデータに置き換えなきゃいけないのかっていうと、まあ別にそういったことはなくてですね、普通に書き出ししてもらうとオリジナルのデータからレンダリングされて最高品質の状態のもので書き出されるっていうことなので、プロキシ化した以降はあんまり意識することなく編集作業できるっていう感じになりますね。でですね、実際こういったタイムラインを組んでこう作業していくんですけども、一回拡大します、簡単に言うとですね、素材が並んでるこのキャンバスのことをタイムラインと呼んでます。で下の方は音声のトラック、上の方は映像のトラックが並んでるような状態です。でいろいろこうトラックを並べていくと、すぐにここが埋まっちゃうんですよね。例えばこれはあのメンバー4人いるんですけど、同時に撮影してるわけじゃなくて、一人一人撮影したものを合成しているっていうところなんですけども、それの元々のタイムラインを見るとこんな感じになります。これだけでもトラック10個使っちゃってるっていう感じなんですよね。で今はなんでこんなにスッキリしてるかっていうと、ここに書いてあるネスト化っていうのをして、複数のクリップをまとめて処理していく、ネスト化したグループ、そういった形にしてタイムラインをまず整理していくっていう感じになります。で、ネスト化をどうやってやるかっていうと、例えばですね、ちょっと仮にここら辺のじゃあクリップを全部ネスト化して処理していこうと思うと、ここを選択してですね、サブクリックをしてもらってネストっていう、でここに名前をつけるとすぐにネスト化されます。でタイムラインを整理するっていう目的と、あともう一つ重要な目的があるのは、例えばここは引き絵でこう踊ってるとこを見せてるとこで、その後ですね、これを編集上で横に移動させてるんですよね。軽く流れで見てみましょうか。でこれクリップ一個一個に対して同じ値入力してやるのも大変じゃないですか。なのでこのネスト化されたグループを単純にこれを横に移動させてるっていう。でサビの部分ではこれはあの回転させてたりします。ここですね。ここではこういう回転の動きを加えてますね。ちょっとズームしながら回転してる、こういうようにあのネスト化すると複
数のクリップをまとめて動きをつけたりとかエフェクトを加えたりっていうようなことができるようになるっていう意味ではプレミアで作業するのは重要な要素ですね。であとは基本的なことではあるんですけど、調整レイヤーっていうものを使うと作業を効率化することができます。調整レイヤーですね、実際今お見せしたシーンでも利用しているんですね。例えば作品全体として見た時にもうちょっと暗部を締めたいなっていう感じであったりとか、もうちょっと発色を良くしたいなと思った時にクリップ4つあるんですけど、4つに同じ効果を与えるの面倒だなということで、これが調整レイヤーっていうものなんですけども、このレイヤーの下にあるクリップにレイヤーに与えた効果が全部、適用されますっていうような役割をしますね。でこれはですね、ちょっと色調整のエフェクトを加えた調整レイヤー、これのオンオフをするとちょっとこれで黒を占めてるっていう、そういうエフェクトをこう調整レイヤーを使って一気にこの4つのクリップに対して行っているっていうような感じになります。で描画モードに関してはそれを存分に使った表現をしたシーンがあるんですけども、このシーンですね、軽く流れで見てみましょうか。これは CG のフッテージなんですけども、この後にこんな感じでいろんな素材を同時に重ね合わせてる、こういう表現をしてますね。で、ここはいろんな描画モードを使ってどのクリップを前に出すかっていうのを調整しているっていう感じです。で、実際それがどういうものかっていうとこんな感じになります。まず最初はこの2つのクリップを重ね合わせてる。で、この不透明度っていうのを見るとここに描画モードっていうのがあります。で、これはカラー比較、明るい、要は明るいものだけが上に来るようにするっていう描画モードですね。ここは覆い焼きを使ってたりしますね。そういうようないろんな描画モードを組み合わせながら重ね合わせて、まあしっくり来るような重なりになるように何度も何度もトライエラーを繰り返しながら、まあ、でもだいたい1時間ぐらいでここのシーンは作れたという感じですね。でここでもまた調整レイヤー使ってもうグレーディングを一気にこの全部クリップに対して行ってるって感じなんです。ルミトリカラーっていうプレミアにある色調整のエフェクト で、ラットも当てることはできるんで、ラットも若干当ててるっていう感じですね。まあ、ちょっとカーブを作って、こういった感じでレイヤーを組んで、このシーンは作っています。あ、ここも面白いところで、反転っていうエフェクトですね。同じイラストを使用してるんですけども、色のチャンネルを反転させてるっていうエフェクトを入れてます。で、反転も単純に白を黒に変えるっていうような反転以外に、チャンネルごとに色を反転させるっていうモードがあって、それを使うとこういう感じになりますね。こう、同じ絵を使って、バリエーションを増やしてるっていう感じになりますね。で、この作品は割とその CG 素材とかエフェクトを使っているんですけども、それは僕は実は一から作ってるわけではなくてですね、こういうストックフォトとかは使ってるウェブサービスから購入してで利用してるっていうことになるんですね。で、今回僕が利用したサービスっていうのが Adobe Stock っていう、まあ Adobe がやってるストックフォト、ストックムービーのサービス。あともう一つ、モーションアレイっていうものがあるんですけども、モーションアレイは動画を中心に音と、あとエフェクトをサブスクリプションで落とし放題っていうようなウェブサービスですね。この二つを使って素材集めをしました。一回軽くそれを見てみますね。で、まずは Adobe Stock なんですけど、まあこれ皆さんご存知だと思うんですけど、特徴としてはビジュアルに関するような素材がいっぱい集まってる。ビデオもそうなんですけど、画像もすごい強いっていう感じですね。で、こんな感じの素材をバーッとかき集めたっていう感じです。まあ画像は結構安価で落とせるんですけど、映像に関してはですね、こうやって見ますと、
結構高いんですよ。例えばこれ実際使った CG 素材なんですけども、